エアバス A31900 エアセルビアはセルビアの航空会社である。2013年10月以前はジョット航空という署名であり、ユーゴスラビア崩壊前はユーゴスラビアの国営航空会社だった。1927年6月17日にエディパートとして創業。第二次世界大戦による運航停止を経て1947年4月1日。 ジョット・ユーゴスラベンスキー・エロート・ラポートが運行を開始、翌1948年にアエロプットの運行を引き継いだ。ジョット・ユーゴスロブ・エラインズを経て2003年1月よりジョット航空となった。2013年8月1日、エティハド航空がセルビア政府の所有する株式49%を取得、5年間のマネジメント契約を締結した。 同年10月26日よりエアセルビアとしての運行を開始、マイレージサービスも自社のエクストラフライトクラブをエティハド航空のエティハドゲストに統合した。機材調達面でもエティハド航空と連携し、スケールメリットを生かしていく計画である。2016年6月よりベオグラードニューヨーク線を開設した。 エアバス A330 から200ボーイング737から300マクドネルダグラス DC-10 から30マクドネルダグラス DC-9 から3 2 2019年9月現在、エアセルビアの機材は以下の通りである。エアセルビアは以前エティハド航空経由で10機のエアバス A320 ネを発注していたが、エティハド航空の資金難により、全機キャンセルされた。 1972年1月26日、ジョット航空のチュ367便、ダグラス DC-9 から32型機が飛行中に爆破された事件では、客室乗務員のベスナブロビッチが1160メートルからの落下にもかかわらず生還し、これはパラシュートなしでの最も高い高度から落下して生還した記録となっている、ジョット航空時代は、ジョット。 https://www.airserbia.com スラッシュ en スラッシュフタータメニューコーポレートアバウトアスアワーストーリーハットエティハド航空ジョット航空の株式を取得マネジメントへフライチーム2013年11月23日閲覧エアセルビア正式に運航開始ジョット航空からリニューアル フライチーム、2013年11月23日閲覧、エアーセルビアエティハットゲスト。エアセルビア、2013年11月12日閲覧、エアセルビア、A320 ネオ10機調達、エティハドとの資本アライアンスで。フライチーム、2013年11月23日閲覧、ファクツアバウトアワーエアクラフト。 エアーセルビア2019年10月6日閲覧ギネスワールドレコード2006年8月22日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年8月5日閲覧ありがとうございます